最もにより、東京工業高等専門学校は、東京都八王子市くぬぎ田町に本部を置く日本の国立高等専門学校。1965年に設置された、略称は東京高専。東京工業高等専門学校は、東京都八王子市にキャンパスを持ち、純学士課程5学科学士課程3学科を要する高等専門学校。 国立高専4機構として1965年に設置された。2005年度から準学士課程に限り、全国的に珍しく、1年生で全学科の実習を行い、2年生で所属学科の決定がされる実質の一括入試を行っている。教育目標は次の通り定められた。技術と地球環境保全との関係を理解し、 技術者に求められる危機、安全に関する倫理観と的確な行動規範を身につけた技術者を育成する、日本語及び英語によるコミュニケーション能力を身につけ、国際的に活躍し得る素養を持った技術者を育成する、基礎学力の上に実践力、創造力、研究開発能力を身につけた技術者を育成する、 生涯にわたる自己啓発能力や健康管理能力及び社会の変化に的確に対応できる柔軟性を身につけた技術者を育成する。これらは初代校長である岡俊平が次に掲げた教育方針をもとにしている。どのような局面にも対処できる柔軟な心と、いかなる困難も乗り切り得る強固な意志と、あらゆる試練に耐え得る健全な体とを持ち、 しかも人間として、好ましい味と深みとのある人柄であり、必要な学問と技術との基礎を十分身につけていて、いつでもどこでも自由に応用できる能力があり、長い一生を通じて、限りなく伸び続けていくことのできる、潜在能力のある人物を育成する。岡俊平、国立東京工業高等専門学校国立、高専四機構として1965年に、 設置された。本部公共交通機関からの所要時間は下記の通りである。学科現在下記の学科が設置されている。括弧内は略称。修行年限は5年間。卒業すると、準学士の称号を使用することができる。専攻科現在下記の学科が設置されている。括弧内は略称。各科の専門教育を受講する。 2年間の専攻科教育の終了後、大学評価、学位授与機構に論文を提出し、審査に合格すると、学士の学位が与えられる。本科過去に、下記の学科が設置されていた。括弧内は略称。2005年度より1年生では学科に関係ない、クラス編成を行っている。入学試験にて学科が配属されるが、仮所属とされる。1年生では、 ものづくり基礎工学と称する科目で、すべての実験、実習を行う。一年生最後には希望学科の調査を行い、所属学科の決定がされる。各学科には定員があり、それを超えて希望が集まると入学時の成績と面接により、点数化され、上位から定員までの学生がその学科に進級できる。残りの学生は他の学科に回ることになる。 実質の一括入試である。この制度により、自分の希望しない学科に配属されてしまう場合がある。ため、第二学年時に転科をすることができる制度がある。社会実装教育社会実装教育として、古戦初、イノベーティブジャパンプロジェクトに定評がある。東京高専を拠点に21高専が連携し、イノベーションを実現し得る技術者を育成する。 現在下記の部活、同好会がある。文化祭は、所在地が、くぬぎだ町であることから、くぬぎだ祭りと呼ばれる。部活動やクラスごとの模擬展のほか、部活動の催し物、ステージなどがある。また、サイエンスフェスタが、同時開催される。主に地域住民に向けて、高学年の研究発表や学科、協賛企業による催し物がある。 体育祭は、スポーツ大会と呼ばれる。学科と専攻科、教員の6つに分けポイント制で競う。女子と助走した男子のみ参加できる競技や、速さだけでなく面白さを競う、部活対抗競技等もある。体育科、体育局が、講演会の支援のもと行う、東京高専から成績桜ヶ丘駅までの約20キロメートルを歩くイベント。 1994年度からの恒例行事。学校関係者以外も申し込めば参加可能。2007年度から2009年度まで1年生は原則全員参加だったが、2010年度2011年度の大会中止後、2012年度は任意参加になった。また、雨天でも実施するようになった。主に体育局が中心になって行う。 体育館で1チーム6人で球技を行うイベント。任意参加であり、上位チームには、景品が出る。主に体育局が中心になって行う。校内で、逃走中のようなルールで鬼ごっこを行う。任意参加であり、逃げ切った人には、景品が出る。主に体育局が中心になって行う。学校内には、下記の施設がある。空調設備は、 セントラルヒーティングのみだったが、2006年度からエアコンが設置された。また、給料地にあるため、一棟の2から3階の踊り場と二棟の1階、二棟の2階と三棟の1階、三棟の2階と四棟の1階が、それぞれ渡り、廊下で接続されるという変則的な構成となっている。第四棟に図書館がある。 学校関係者以外でも八王子市に在住、または勤務している場合は登録すれば使用することができる。開館時間は平日9時20時、休日は10時17時。休館日は日曜日。原則5冊まで14日間まで図書、雑誌、CD の貸し出しが可能。一度のみ14日間の期間更新ができる。返却が延滞した場合は、 延滞日数分の貸し出しが禁止される。現在も残っている、セントラルヒーティングくぬぎだ寮、第2寄宿舎棟室内くぬぎだ寮第1寄宿舎棟室内敷地内北西部に、学生寮がある。くぬぎだ町に所在することからくぬぎだ寮と呼ばれる。定員は、男子174名、女子30名。全寮制ではない。居室内の空調設備は、 セントラルヒーティングのみだったが、2013年度にエアコンが設置された。両食堂棟以外の出入り口はオートロックになっており、カードをかざすことによって解除できる。自分の部屋がある寄宿舎棟と自分の性別側の第三寄宿舎棟以外には入ることができない。くぬぎだ寮は4つの施設に分かれている。23の大学等がある。 八王子市に所在する関係で周辺の大学との連携を行っている。ありがとうございます。